ヤッホー。へい、塗装剥がしてきたい。久しぶり。こんな感じ。見ますか。はい、こちら伊勢門ブルワリーの本門 IPA です。いきますか。 7% だ。そうそうそう。おー、濃ゆい香りがする。あー、でもいい香りだね。美しい。あ、本門 IPA いただきます。乾杯。うん、あ、しっかり苦味、まだ苦い、まだ苦味が残ってる、まだ苦味が残ってる。ずーっと口の中に苦味が残ってる。はあ、あなたの人生にエールを。だってこれ飲んだら確かにエール送られてる感じするわ。なんか力強い。はあ、そう、子供と一緒に横浜行ったんですけど、ゴールデンウィークに赤レンガ倉庫前でビールの祭典をやってて、でそこに夜ちょっと行きまして、10時ぐらいまで娘とちょびっとだけ夜更かしして、横浜の、友達と一緒にちょびっとだけね夜更かしして、一緒にビール飲んだりとかして、で次の日はもう朝からワールドポーターズのの回転を待って、アニタッチというね動物の触れ合いのところに、動物さん触りたいというから子供連れてったんですけど、よくよく考えたらアニタッチお台場にもあって、お台場のアニタッチは何回も行ってるんですよね。でほぼいる動物変わらないんですけど、まあでしかもゴールデンウィークだからめちゃくちゃ混んでたんですけど、でもね意外とチケットを買うのに並んでたけど、なんかまあゆるゆると進んで、まあ、30分ぐらい待ってで入れて、そこからもう餌やり券みたいなのもあったんで、そこで娘はねやっぱ動物は触りたいって言うけど、触れるのはねウサギとハムスターぐらいなんですよ。であとねミーアキャットが娘好きで、最近ミーアキャットを見て餌をあげられるっていうのもあったんで、それも体験しました。その餌やり券何枚でこの動物をと触れ合って写真が撮れるみたいなイベントというかのがあって、最初さ、ヒョウモントカゲモドキ、ヤモリの一種なんですけど、それを手に乗っけて一緒に写真撮れるっていうのをやってて、整理券番号1番で、はい、いけますって整理券番号1番もらって、あれなら触れるかなと思ったら、やっぱり娘怖い怖いって言いながらも、ちょっと娘も触ってて柔らかいねとかって言ってたんですけどね。そういうのはね、なんかこう積極的に子供にいろんな動物を見たり触ったりする機会っていうのを増やしたいなと思ったし、うん、やったり、あとね、そうプレーリードッグがスンって立ってるとか、ミーアキャットがスンって立ってるとかを娘が真似しながらね餌やりしてて、でもやっぱりこう餌やろうとするとわーってくるのがね、やっぱりゴーゴーってなってましたけどね、途中でちょっと慣れてきたけど、あとねイグアナに触れたんですよ。イグアナさんがこうライト照らされてるところにボトンって置かれてて、で生きてんのかい君はっていうぐらいこうじーっとこう日向ぼっこみたいなのでライトの下でで寝てんですけど、で時々で目開けて時々パクって餌食べてるんですけど、そのイグアナさんにはまあ普通に背中にこうやって触るぐらいだったらできますよっていう感じで、でもう自由にね、そこは別に並んだりこう予約とかせずに全然普通にされるんですけど、私はもう爬虫類もまでトカゲかかってたぐらいだからすごい好きだから、
もう普通にこうやって座ってたんですよ。そしたらね、女の子いう大学高校生かなぐらいの女の子3人か4人組ぐらいがわーってきて、え、生きてるんだみたいな、私が座ってるのを見てね、え、イグアナ生きてるんだってなって、あ、生きてる、みたいな、え、怖いよとか言ってて、で娘に触ってみるって言って、嫌だ怖いって言って、怖くないよ、イグアナさん寝てるよって言って、なんで嫌なのって言ったら、突然わってなんか来るかもしれない、バクってされるかもしれないからって言うから、大丈夫だよそんな、なんかマリオパーティーの花ちゃんなでてたら起きてわって怒られるみたいなじゃないよって言ったら、あのその見てた女の子たち3人がハハハって笑ってくれました。わかる人にはわかる。わかる人にはわかる。この動画見てても多分9割ぐらいがポカンってしてると思うんですけど、あの1割ぐらいの人がハハハって思ってくれてるだろうなと願ってますが、そんな風にはならないから大丈夫、花ちゃんじゃないからイグアナ触ってみなよって言って、嫌だって言って、もうちょっとやっぱり時間がかかりそうですね。爬虫類はもう見るのも嫌だって人もねいるので、しょうがないなと思いつつも、動物を嫌いになってほしくないので、引き続き、ね、動物を触りたいって気持ちはあるので、今度牧場とか連れておこうかな、ね、羊さん怖いとかなるかな、牛さん怖いとかなりそうだな、大きくて怖いってなりそうだけど、あと双子ちゃんがいて、双子ちゃんもちろん台場店にも双子ちゃんいるんですけど、あのみなとみらいのアニタッチの双子ヒゲトカゲがめちゃくちゃ私が飼ってたビワ様にそっくりで泣きそうになったな、すごい可愛かった。あ、そうそう、これこれマジでビワ様そっくり、ほら可愛い、ビワ様天国で楽しくやってるかな。でアニタッチした後、またその横浜の友達と合流して、昼からビール飲みながら、あれカップヌードルミュージアムの近くのテラスっぽいバーベキューができるところで、バーベキューを予約しなかったら入れなかったけど、そのとこのそこの店でビールとかレモンサワーとか飲みながら食べて飲んで、子供たちを芝生で遊ばせて、でその後ハンマーヘッド行って、ハンマーヘッドでも飲んで、芝生でもビール何杯飲んだかわかんないな、芝生で子供たちをわーってね、そういうところでありがたいのは、いろんな子供たち、他の家族の子供たちとかともキャッキャ言いながら遊び始めるじゃないですか、子供って。娘はそういうところ入れないけど、その友達の子供がね話しかけてくれるから、そこと一緒にね、なんか他の子供たちと一緒に遊んでましたけど、それをこうほんと間近で眺めながら、ビールを買って飲み、レモンサワー買って飲み、ビールを買って飲みっていうのをやってましたね。で夜はハンマーヘッドでラーメン食べて、で帰るって感じでしたけど、いやーずっと飲んでた、ゴールデンウィークずっと飲んでた、ゴールデンウィークもずっと飲んでた、もうゴールデンウィークのゴールドはビールの色のゴールドだった私はもう思ってますってぐらいビールずっと飲んでた。で娘の誕生日とゴールデンウィークが近いから、ここら辺はね、イベントがモリモリになりがちなんですよね、毎年。でね、このちょうど今、5月の前半、ゴールデンウィーク明けですけど、すごい、この時期めっちゃ期待してる。まあまあまあ、2月3月がベリーハードだったので、それに比べれば、違う種類の疲れだな。そして間もなく夏休みがやってくるから、夏休みは昼に娘とこってり遊んだ後に5時に夢中の親行かなきゃいけないから一番疲れるんだけど、それはそれで幸せで楽しいのでね、やりきります。夏が終わった頃にまたどっか行きたいな、旅行。
てか早いな。そうか、え、ヨーロッパ行ったの半年前だ。半年前？マジで？早っ。はすごい、やばい。わあ、40歳になってもうすぐもう半分過ぎようとしてんの、40歳が。あと1ヶ月で40歳半分終わっちゃうの、怖っ。あとでやろうなんて思ってたら死んでるわ。ダメだわ、やろうと思ったことすぐやんないと。はあ、ダメだね。言いたいことは言う、思った時に全部言おうっていう学びなんだそれ。はあ、ごちそうさまでした。皆さんも生きてるうちにやりたいことをやっときましょう。言いたいことを言っときましょう。お疲れ様でございました。てなわけでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またおやすみなさい。